さあおはようございます。太田の朝抽選は200ちょい、いくぜー、さよならいったっつってだいつも通り中途半端おはようございます。さあ入場でございます。今日もよろしくお願いします。北斗空いてんだ。さあ空いていたので北斗にしましょう。まあ丸藩太田新道頂点で一番、置きに行くベタな騎士です。必ずここにはいますから。さあ打っていきましょう。というわけで本日の朝市はみんな大好き、ほかほか白米北斗の拳。まあね、抽選が130-40の時点で、頭にケンシロウしかいませんでした。で取れないかもなとも思ってましたけどね。でバチコンで収録している、定期的に収録しているお店、まあ、北斗の拳を、まあ、看板にといいますか、メインコーナーに置いていまだにね、こう設定入れて使い続けているお店多いんですよね。でこのバチコンという企画がプラスのさまよを貯めていくという企画なので、どうしてもね北斗を打つこの機会がね増えるんですよね。でもこのバチコンが2になってから、まあ初めの頃はね割とその寝台とかいろんな機種を打つようにしたんですけど、やっぱり収支がとんでもないことになっちゃうんですよね。もちろん全国には、入ったばっかりの寝台にも設定使うお店いっぱいあるんですけども、まあそうじゃないお店での収録が多かったと言いますか、まあどっちが正しいって言っても難しいんですよ。入れなくても動く場所にさ設定ってなかなか使う必要ってないと思うんですよね。まあ言うてもパチンコホールも商売ですからね。逆に設定を入れる必要がある機種、入れれば動く機種ってのがあるんですよ。その代表格が北斗の拳。だからこのスマスロー北斗の拳、自分のねご自身の近くのお店を想像してほしいんですけども、ここは設定使わないよ、リセットもかかってないよって店だとやっぱり全然動いてないんですよね。だけどこの丸藩太田新道頂点みたいに一番メインのコーナーに入って段数もあって、ちゃんとおしびなんかにはがっつりそこからねトロフィーなんかが拾えるっていう、そういう店舗の場合はこうやって朝一からすごい埋まるんですよね。前日前日も動いてますし、僕まだ初戦取ってないんですけども、37リーグという企画があって、パチンコールやってる会社が、自分とこの専属チームを作って、そのチーム同士で戦うっていう、立ち回りで戦うっていう企画なんですけど、まあ、みんなねそのサマイスを狙うプラスを狙いに行くからね。で逆に実戦時間が短いからスマスロ系はねあんま打てないんだよね。そうなると動画としての見栄えはかなり優先順位が低くなるというかさ、まあその立ち回って勝つっていうのを見せるための動画になるのかな。このバチコンもそうなんですけどね、毎月1日のお邪魔しているこの丸藩太田新道頂点さんですけど、まあ、基本的に寝台は一定期間きっちりだからですね、ある程度その台にお金が吸い込まれるまでは、何かしらその仕掛けの対象にはならないです。なってんの見たことが一度もないです。だから寝台の導入月、その寝台は僕は狙い台からは省いてます。前は狙ってました。でこのお店の専業さんも面白いことを言っていてですね、まだ一度も入ってないから打ちませんって、入るタイミングを狙うことすらもうしない一度ちゃんとそういうコーナーになったっていう実績がついてからその後狙えばいいでしょう。まあなんともそのこのスマスロ時代にあった狙い方といいますか、
そんな中私の奥との件は、鳴かず討伐だ。なんとか引いた子役が弱者1回です。まあでも何でも言うとおり北斗の県に入ってます。大体7対並びいつもで2つ島が分かれてるんですけども、こっちか向こうかどっちかにで7対並びを狙うんで大体真ん中に座るのがセオリーです。僕もちょっと左気味になっちゃいましたけど、入らない場所ではないので。でまたねこのねマルファン大田新道頂点切り盛りしているのがビタ店、ビタ押し店長ですね。ビタ店なんですけど、最近っていうかここ最近ずっとね、X でこうポエムみたいなの書くんですよ。もう出しておきますこちら。でこのポエムがまあなんかねごちゃごちゃいろいろ載ってて、今回だったら気になる単語だとなんか黄金のっちゅうのをいっぱい使ってるの、あと歯車がみたいな。だ黄金つったらさみんなが連想するのはまあシンプルにゴールデンカムイ、あとはゴールドクローズのセイントセイヤ。歯車つったらそりゃあもうカラクリサーカスでしょうっていうね。でこれがねそういうね直球の部分は全部大体フェイクなんですよ。60枚ぐらいまでは打てるのである程度店内状況把握できると思うんですよ。店内状況を見てそこからその謎のポエム照らし合わせて 見ていきましょうよ。でもね初めの方に言った通り入ったばっかの信頼は大体この1月目、まあ、2月目ぐらいまでは使わないので、そういう台はそのポエムに一差があっても除外できるんですよ。消去法で選んでいけばこのつと正解には近づきやすいから。滅びのない愛で兄たちよ、もう引いた、まあいいでしょう。ただねもうこの段階でねあんまりね弱子役から、ね、仕事してないですまあ周りの様子を見ながら打っていきましょう。はい今日一発がダーナゾー確定が出ないさあというわけで一発目218回投手の方が9本でございます。行きましょう。マチコンコン。今でもさこの北斗の拳の実践動画でこの人の面白いよって人います。勉強のために見てみたいな、まあ、詳しい人はいっぱいいるでしょうけど、この人の北斗動画面白いぜっていう方が、ね、いましたら教えてください。どうなんだ今日はケンちゃん。最近ですね焦点にかすってもおりません。割と打ってます。ケンシロウとの付き合いはだいぶ長くなってきたんですが、こいつ長くなればなるほど仲良くなればなるほどサボるタイプです。これでこれですこれである。避けるー、すごいやる気ある。あそういや本当にコシアンみたいなタイプだと思ったんですよ。一回仲良くなったら骨までしゃぶり尽くす。さあケンちゃんのやる気は本物なのか、これ出落ちなんじゃないのねえ。ほらほら、いやーなんとも言えない、来たぞ。このさ集中線の出るタイミングで復活するか復活しないかがちょっと ラグがあるらしいんですよね。わかるっていうね。まあ俺はわかんない、ね、本当になんか違うらしいよ多少。それがね最近なんか見たんだね SNS で。
毎回見てる演出でもさ、今このタイミングでもそういうのが見つかるんだよ。面白いよね。ただね、今日ね、北斗の拳はね、ちょっとね、初当たりが芳しくないんですよ、マジで。いつもだったらもう抜けてるコーナーが出始めてるんですよ、まあ、歯抜けにはなるんだけど、この辺だなみたいなもう見えるんですよ。今日ね、なんか見えないんだよ。僕はこのマルハン太田神道頂点の立ち回り下手なんでしょうね。まあ、ただ北斗の拳は7月1日から7日まで通しでみたいな感じだったんで、まあ、その間に一度は入るんでしょうと。そうするといつもみたいな並びだけじゃなくて単品の可能性も出てくるので、もうちょいだけ打ちましょう。今見て回ったら棒振りは1台空いてましたけども、私ね、最近、まあ、いろんな動画なり SNS、X なりでね、棒振り打ってる機会多くてイメージに残ってる方もいると思うんですけど、まあ、ビタテはそういうのはもう逆に入れないんで、だからそれを期待して両番引いて、棒振りに行った方はね、罠にかかってます。いや、できることならね、まあ、そうやって狙う人がいることも予想できるじゃないですか。なのでまあまあまあ、例えば一番下がないとかさ、上をね1台ぐらい入れててくれるとかだと嬉しいですけど、まあそういうのはないです。さあ2枚目、ここまでにケツをつけたいです。これは大丈夫だ。チャンス目チャンス目、スイカスイカ強調だもんね。ダメっぽくね。あー、大丈夫だった。リプレイで赤出ました。よかったよかったよかった。あー、大丈夫です、大丈夫です。さあ、というわけで413ゲーム。最近続かない。歌けたら続いて曲ないもん。最近このコメントでよう終わるんだよな。大丈夫だと思うじゃん。大丈夫なんです。よし、はい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 、指一本触れさせぬ。さあ、そしてちょいと雑談を挟ませていただきます。その雑談の話なんだ。僕これを話そうってこう決めてきてるわけじゃないんだよ。思いつきでね、最近気になったこととか、これ面白かったらちゅうことしゃべることが多いんですけど、あくまでも雑談なんで、なんかしっかりはさ、ね、話調べてそれを発表しようとかいうトークではないんで、ふわっとしたソースだったりとか、面白いなその話題っていうものを喋ってるだけ。本当に雑談だから、それに対してそのマジレースいやしてくれると知識がさらに深まっていいんですけど、ね、あんまりその目くじら立てずにと言いますか、ふんわりとね、へでもこきながら流れ見してくれるとね、ちょうどいいんですよ、ヒゲレディオ。まあ、僕ね、なんか面白いなと思ったこと気になったらすぐにまあググっちゃうタイプであります。調べてちょっと掘るんですね。割としっかりしそうなソースのものから見るとか、何種類か見るとか、もしくはまあしっかりしてないそうな話でも面白いなと思ったら読んだりします。まあ、みんなもいろいろ気持ちで。あとなんかそうだ、コメントで非現実老害感出てきたなっていうコメントがあったんですけど、多分これに関してはそのなんていうんですかね、その LINE とかのレスポンスについて語って、こういう方がなんか仕事的な感じじゃないですかみたいな言い方をしたので、まあ気に食わなかったとかいらっしゃったんだ。でもさ、そんな言い方しなくたっていいじゃないさ。
老害っていう言葉どうなんだろうね、まあ、僕も使うときはある単語なんですけど、その人がいることによってこううまく回らないと言いますか、だから利益じゃなくて害になる存在の、まあ、経験豊富な方ですよね。まあでも確かに、まあ年の離れた上の人がいるとね、下の子なんて萎縮して普段の力発揮できませんから、それはね、 あまりにも年の差がとか、そのすごい大御所とすごい新人とかがさ、やったらさ、それはこっちの子が萎縮するのは当たり前です。そういうキャスティングしてるのが、まあまあ意図があればいいですよ。それでもただ一緒にやらせたら面白いかなぐらいでやらせてるんだったら、そこがまあ一つ問題点なのかなと思いますけどね。まあでも嬉しいな、老害って言われる年齢になってきた。老害って言われる業界人大体すごい大御所なんですよ。でもさ、さすがに僕まだ中堅じゃないですか、言うたって大御所ではなくないですか。どうです、ベテラン、ベテラン、大御所ではない、業界で言えばベテランの域にはなってきた、うん、大御所ってもっとデーンと構えてるでしょ。こんなね、コンビニとかスーパーのビニール袋持ち歩いてないよ、大御所は。5セット500枚返ってきて順当じゃない、もう全部返ってくる可能性ないですか。ほら、まあ、言った通りですね、これがマクローがマクる前が、このバトルボーナスが終わったらやめるんですけども、ちょっと空き台がそんなにないんですね。まあ常に店内状況がいいお店なので、いやでも常にいいけどね、先月は頭2つ抜けてよかったな、こんな感じだったよってまとめたやつあるからご覧ください。こちら、これが6月1日の、結果の まとめです。すごいよね。でね、僕毎月1日のお邪魔してるんですけども、これと第1土曜日これも押してて、その2つが被った時がやべえつ、抽選も600人ぐらいいたんでやべえんすよ。で次は2月、1日なんで、皆さんも今から休み入れててください。もう本当にもう絶対損をさせません。続くこのセットでまくりです。次からのセットは全部プラス、この奥とやめるんですけど、まだわかんねえだろうという方がほとんどと思いますけども、やっぱりね、体感的に弱クエッカー仕事しないときはもうやめですよ。こうやって引っ張られて次もう一回当たるまでつってさ、もう天井まで行ったら天井深いんだから奥と、さっぱりやめるのはいいよ、きっぱり。続きそうだな、運の力はその程度か。ああ、これ絶対中地だと思った。デリ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 、どうですか、プラスです。よし、あーサウザーか。でも1個コメント出たんだな、いやーなんとも言えねえな。今ランチを食べてきたんですけど、立川マシマシっちゅうね、二郎インスパイア系ので、僕こう見えて実はですね、二郎系あんまり得意じゃなかったんですよ。そうでしょう。でもこの立川マシマシっていうお店で行くようになって、ここはもやしたっぷりの二郎系ってだけじゃなくて、マシライスっていうのとかね、米物もいっぱいあったり、冷やし中華があったりとかで、今日ね見たことないのメニュー見っけたからね、期間限定ですって頼んじゃった。こちらです、イタリアンラーメンっていう、トマト味の二郎系って言えばいいのかな。でね、調子に乗ってね、あ、気づいたか出ます、今日ねマシマシって言っちゃったんですよね。いやー調子乗ったな。画像にもう一皿あったらもう見えました、これはすごい冷やし中華ってやつです。隣で食べた方のやつなんです。
ただ俺も冷やし中華食べたいから、あの多い量で麺頼んでくださいっつってでもらって食べましたで今ですね血糖値が爆上がりでですね、頭が1ミリも動いてないので、でこれをなんで打ち続けてんだ、開いてなくてだ、そうだ、で北斗の拳コーナーがいつもだったら7台並びなんですよ。でそれっぽい場所が今回見えなくて、あれって言って、でまあいつも来てる人たちと話したら、今日なんかこうランダムの2分1コーナーなんじゃねえかっていう説が浮上してきて、じゃあちょっと粘って打ってみるしかねえなっていうね。まあでももうちょい回してみて、やはり挙動が追っつかないようでしたらやめます。まあ現状言うてもプラマイゼロにいますんで、全部飲まれても15本、まだまだまくれる金額です。まだ天国だ、待てよ、待てましょう、なんか行こうよ、もうもったいないから、もうおいおい、スピル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 、落とし受けの神髄を貴様に伝承せの資格を、惜しい、貴様の復活パターンだったら勝つ、あー死ぬね、死ぬね、ジャギ耐えろ耐えろ、あー耐えられない、470枚黄色470枚468枚でプラマイゼロ、これこれは単発だな、これはね避けれないし立てれない、リリリリリリ突、今日よくできてるな、これはねイライラしないよ、初当たりが多少引けなかろうが、4セット512枚、現在の枚数が757枚ということで一応プラスです、やめっから周り見てきます。はい、移動しましたよ、まあ、この時間から移動するんでだいたい予想ついてると思いますけども、はい、ジャグラです、今回はハッピーです、3219、3000ゲームちょい回って14-15で合算が111分の1、まあ、ボーナスだけ見れば完璧なハッピージャグラーです。でもハッピージャグラー全部で 1,2,3,4,5,6 台あって、それっぽい合算の台が2台かな、あの北斗で一応プラスでした、63枚、だそのプラスをこのハッピーで維持できればバチコンですよ、びっくりした、やはりイエイエイ111、さあというわけでワンプッシュ104から打ち始めて111でビッグ、いっていっていって、なんかさと思ったんだけど、マジで朝一の北斗打ってその後にジャグラー打ってばっかりな気がするんだけど、でもさ一番勝てんだよ正直さ、見てて面白くない、もう俺もやっててね、そのすげえよし俺は手応えあるぜって感じじゃねえよ、
いや普通の日にあの休みの日に、ね、遊びに来て打つ分に俺これで十分なんですよ。あ楽しかったっつってプラスだし、よし帰りに一杯飲んで帰ろうって済むんだけど、もうカメラあるんですよ適当に。てか打ちたいように打ったらまあ企画が、ね、成り立たないし、コシさんみたいな終始になるわけでしょコシさんの名前出すのもあれだけど、拍手だな。よっしゃ楽しい54チェリーショーバグ、よーしよしよし、いいでねウィークじゃん。73本当に詰まったくせえな。こういうのがポロポロ開くんすよ。綺麗にプラスには来てますよ。あとは言った通り、6時まで6個まで伸ばす。アルファンね、オート振動頂点ジャグラー結構入ってますんで、このジャグラーが相手取れるまでどんだけこなして待てるか、それで十分プラスになれちゃうんですよね。安牌攻めていくのが非常に有効なテンポではあると思いますけど、だからね本当にやばえない。158レギュラーレイ55ゲームカゴーね。うほー、さあお時間残り30分ぐらいかな。こういう残り30分とかでパパパッと連チャンしてくれるのがいい日。時間いっぱいまで分回してるのに謎の中ハマりで減るのが最悪の日。どっちだと思いますか。今150ゲームだよ、やらよかする。まあ今後もねこのマチコンではこういった回増えると思うんですよなのでせめてねみんながこんなジャンルの話が聞きたいな、こういう話が興味あるなとかありましたら、まあそれに合わせてね喋っていけたらと思っております。でまあ、業界のことでもいいですし、それ他のことでもいいです。何かありましたらコメントの方をお寄せください。残すところお時間10分ぐらいかな、お時間いっぱい打って、まあ、店内状況を取って終わりにしたいと思います。まあ、最終的な結果が、何枚だったのか、まあ、プラスは間違いないですからどれくらいのプラスだったのか、結果はエンディングにて発表したいと思います。お疲れ様でした。マチコン結果発表、お疲れ様でございました。なんすかね、なんか本当になんとも言えない一日で、最後まで終わりましたけども、まあそれでも結果の方は割と残せたんじゃないかなと思いますので報告させていただきます。本日朝一、番号が中途半端だったのでマルファン太田振動頂点で、番号が中途半端だった場合は騙されたと思って北斗に行きなさいと、なるべく真ん中辺から行きなさいということで北斗の剣の方行きましたが、私の打ってた台はどっちつかずでダメそうだったなということで、で店内をうろちょろしていて見つけたのがハッピージャグラーですね。もうビッグレギュラー1対1で110分の1ぐらいのやつで、これを最終的にお時間まで回させていただいて、で投資の方が北斗の15本690枚回収が最後ちょいとハマって終わりました。949枚ということで、サマイスがプラスの259枚。バチコって言っていいんか、まあ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 あの中でプラスになりましたからね。まあでもこの立ち回りが一番楽なのよ。マルハン太田振動頂点ではジャグラーに結構入ってんだから、入っちゃうんだもん、ね、リカバリーが、まあ、ある程度の枚数までできるから。ただ朝一から両番だったらここに行ったらよかったなっちゅうのはどこだったのかなって気になるでしょ。答え合わせしていきましょう。こちらです。
さあ、それでは本日の店内状況の方を紹介していきましょう。まずは私も打っていた北斗の健康な味がね、一撃ですけどね、7000枚で、この辺はちょいと初当たりが重そうで、あれあれってこの辺からはよくなんだ、初当たり18回とか15回とか、まあ、ポツポツ単品っぽいんですよね。で、こっち側に並びがないときはもう間違いなく逆なんです、692番台から初当たり20回、19回、15回、13回、16回で、ここは伸びちゃってた、あんま初当たりが引けてないけど10回の17回ということで、1、2、3、4、5、6、7台ということでね、いつも通りのこの7台並びが、まあ北斗の拳にはもう定番の入れ方ということで覚えてください。15回クラスがこっちにも2台、ありますので、まあ、単品もありつつの7台並び。さあ続きましていきますよ。ここね、稼働が落ちちゃってんの、ほら見て、せいやコーナー今日ね、ゴールド煽りしてたんだよ、増大もしてるしね、せいやなんじゃねえかって結構早い番号の人が言ったんだけど、言っただろ、まだ早いんだよせいやは。モンキーターンと永遠があって、まあまあ枚数はついてます。3000枚、5000枚とね回してる方いらっしゃいます。それは単品が多いイメージです。ただ僕から求めたらこちらです。はい、ゴールデンカムイ見てください。3台中1台だけ動いておりますが、2台ともきちんとへこんでおります。絶対でしょ、あのポストでもうこれ見よがしに巻かれて餌は大体フェイクなんで覚えてください。これ言うと怒られるかもしれないけど、いやでもね、みんなの立ち回りのためになること言うのがこの番組なんで、間違いなく本命はここですよ、マルブレイブからくりサーカス。ここは正直今日めちゃくちゃ強いです。枚数だけ言ってきましょう。5000枚2000枚全部プラスです。万枚、3000枚、まだ首都が打ち続けてるんですからね、万枚出て、これも万枚突破で、ここも5000枚、その隣も3000枚ということで、かなりプラスです。しかもドライブ入りまくってますし、何かと言いませんが出まくってます、はい、だからワンチャンバルブレイブが下手くしたらこの台数全です。やるのよ。でもバルブレイブポストに何も書いてないのよ、覚えてくださいね、ポストに何にも載ってないコーナー、そっちですからね。で、あとは歯車を折り合ったからくりですけども、見ていただいた通りこうやって札はほぼ全体ついてますが、まあ出てて5000枚クラスまでなんで、今日の一番地まではないと稼働もしてますからね、うん、なあ、あのポエムみたいな信じちゃいかんから、見ない、見ないがいい。それからあそこで演奏された騎手はもう候補から外せさあ続きましてカバネリで、こっちがねビバパネル4台ね、うち2台がゴリゴリです、間違いないと思います。今4箱3箱です。で、渡ってこっちにも、あと4台ございまして、うち2台がありそうということで、真ん中でね中通路挟んでいますが、どちらも2分1コーナーだったんじゃないのかなというふうに、来ている人たちとの話になってます。さあ続いてジャグラーコーナーですけども、僕持っていたハッピーから21-27で1/100、まあ、2000枚超えてます。で、僕の打っていた台が19-19、111/1、これも約2000枚ということね。ハッピーはこの2台かな。で、今日なんかね、2分1っぽいコーナーが多いんですよね。で、ジャグラーはいつも見てると、まあ、アイムか、マイジャグかゴージャグに並びがあるんですけども、今回はマイジャグで間違いないと思います。この角さんかな、21-14、126/1、22-26、110/1、29-13、130/1、21-19、130/1、25-20、105/1、30-26、95/1、15-22、129/1までの、これが7台並びということになっております。だからジャグラーの7台並びがマイジャグの時はね、結構予算ある人だと思います。だからいつもやってる法則として、まあ2分1全あとは7台並びっていうのがあるんだけど、これをねうまいことね、どれかに見えるようにこういう入れ方をしてくるんで、非常にね
いいってなる店。まあでもね面白いのよ。で最後歩きながら喋ってましたけど、一番端っこにノーマルタイプのコーナーがあるんだけどさ、今日花も多分全なんよ。20の17、153分の1、20の8、130分の1、19の18、128分の1っていうね、まあ3台ともあってもいいのかなっていう。まあ他にも単品で今言ったみたいに仕掛けっぽく見える箇所はねいっぱいありますんで、だからそういう逆にここにフェイク入れてくるんだろうっていうのを狙って立ち回るっていうこともできる珍しいお店でございますから、まだ一度も来たことないという方はぜひとも遊びに来てください。以上です。ブブブなのよね、関係ないでしょ、ブブブなんだから。でそれ以外の中通路とかのコーナーにああいう感じで高比率のコーナー機種があるんだから、まあ分かってんだけどさ、あんなのポストで書かれたら気になるやんね。えみんなあれセイントセイヤと、なんなら番号悪いしゴールデンカム行くぜね。えあとはさすがにねよしょっちゅう入れてんだから、んじゃあカラクリサーカスが本命だろと思うじゃん。違うんです全然違うんです。言った通りになってよかったわ。っていうとたまにマジでド直球のことがあるんで、まあでもねとにもかくにも面白い店ですよ。まあ先月ね6月の1日、あとは次は来年の2025年の2月の1日かな、まあ曜日とね日がかぶった時はねさらにもう2段階ぐらい、まあ、元気よくなりますんでね、ぜひとも今から休みにしておいてください。というわけでね、今月は以上でございます。本当にね特に見せ場もないあの収録になってしまって申し訳ございませんでしたが、まあ1日はね毎回こんな感じだと思ってくださいまあそのうちちょっと一風変わった記事とかできっちり積もってね、あのフェイクコーナーでこう俺逆に店に一泡吹かせたいなと思ってますから、そちらの応援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回のバチコンは以上でございます。また次回お会いしましょう。さようなら。せーのー、バチコンシュイツー。Thank you.